飯5話やっていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。さあ準備はよろしいでしょうか。今回もやっていきますよ。それではレッツゴー。デドン。あ、いや、多分あの曲から始まりますやね。ですよね。よしよーしよ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 し。あのね、ちょっとね、一個ね、曲の間にね、話したいことがございましてですね、コメント来ました。ジョニキのヒゲの具合で、撮影時期が分かりますみたいな、ね、人のヒゲで撮影時期測るな。基本的にね、ストックっていうものは僕、貯めれないんですよ。ね、収録の関係上基本的には昨日やったら今日出しますみたいな、そんなノリなんですよ。ね、その中でもちょっと遅れたりすることはある。結果それがストックみたいになることはあるんだけど、でそうすると遅れたら次のものがもう来ちゃうから先にそれ出さなあかんみたいな、でちょうど良いタイミングでこうひげを剃っちゃってるみたいなことってあったりするんだよね。そうするとなんかもう今日は剃られてますで、翌日には全部生えました、ドーン、これずれたなみたいな、いらんことすな。人のひげを注目すな。基本的に僕はね、ひげそんな剃らないんですよ。ここはいつも剃れてるでしょ、ここはあるでしょ。これはね、肌荒れるの嫌だからあんまり目立たないところは残して、でここはもう致し方ないから剃るけど、ここら辺は残す。そうするとおしゃれひげみたいな感じに見えるやろ。全然ちゃうから、なるべく肌荒れしないように残して、時短にもなるからね。時短効率化ですね。効率化と肌荒れ防止ということでね、はい、でたまになんかうぜえから全部剃るみたいなのはあります。はい、何の話やねんっていうね。こんにちは。おお、客たちの話し声、今日ひげ剃ったとか言って、うほほほほ、魚、あ、魚はええわ、魚、おお、おお、オープニングに、またダンジョンに潜れば、このうまい飯ともしばらくお別れか。いた兄ちゃん、エンディングか、エンディングの兄ちゃんか。おい、おう、カブル、どうだ最近調子がいいみたいじゃねえか。おう、いや俺たちなんてまだまだ、つい最近までひよっこだったのが、いい声、貫禄も出ちまって、おう、一方大手パーティーはどこも振るわねえな。おう、そうなんですか。行方不明、仲間割れ、うん、金銭絡みのいざこざ、勝手に食ってんな。お前たちみたいなのが狂乱の魔術師を倒しちまうんだもんな。そうだ、俺これ止めれるようになったんだ。ちょっと今気になったんだけど、あれ、あー字が読めない、これ若干なんかチルチャックに似とるんだけど、どうなんこれ、左のこれめっちゃ若干なんか どうなん。たまにあるじゃん、7つの大罪もなんかこんな感じで書かれてたら全然見た目違ったみたいなさ、若干チルチャック感あるんだけど、どうなので、このおっちゃんさ、このおっちゃんどっかからね、召喚されて、よいしょって出てきて、はい、まあ、ドリンクは持ってるやんな、元からね、つい最近まで人っ子だったのが、話してね。はい、ストップ。はい、ストップ。これあかんっすね。罪人っすね、こいつ。罪人っすね。これ先輩なのかな？わかんないけどもね。泥棒です。よいしょって、でも隣のお姉ちゃん、こんな感じやで。なんやん、急に、みたいなさ。先輩風からのよいしょみたいなさ。俺の分もある？これ中身なんなん？これカレータルトみたいになっとんのか？これ。カレータルト感あるんだけどな、果たしてどうなんすかね、カレータルトみたいな感じもあるんだけど、食事前でございまして、お腹空いてます、こんにちは。そうなんですか。行方不明、仲間割れ、うん、金銭絡みのいざこざ、どう、案外お前たちみたいなのが狂乱の魔術師を倒しちまうんだもんな。うん、いやいや、どうですかね、とか言ってやれんだろ。怒ってる。怒ってる。みんな怒ってる。愛想笑いでごまかさずにはっきり言ってやればよかったのに。もちろん私たちが魔術師を倒すって。どう、あなたたちみたいにその日暮らしの冒険者にはならないって。聞き覚えのある声やな。言葉よりも行動で示してやろうじゃないか。かっこいい。というわけで今回は少し深めに潜る。どう、準備していこう。めっちゃかっこいいやん。おお、いいね今のウィンク。このキャラ好きよ私。
好きよ、いいよ、いいっすね、いいっすね、素晴らしい。いらっしゃい。一週間分、六人前の食料と二日分の水を。おーおー、こういうところもあるんだ、いいね、便利、超便利。潜るには魔物より食料が厄介だな。7日分でこの重さ。そっか、一月も潜ってる人たちはどうしてるんだろう。そっか、現実的に。あっ、一月それはそれはな。あっ、こいつもまさかやべえやつか。ちげ、違う違う、いろんな意味でやばいわ、いろんな意味でやばいわ。そうじゃない。人間を襲うより魔物を狩る方が簡単そうだけど。それそれ、そんな風にはなりたくないね。はっはっからのね。いや絶対来ると思った、そう来るだろうなって今思ったわ。あ違うわ、こっちがそのままかい、全然違ったわ。あっちに移るかと思ったわ、魔物食ってる奴らに。苦労はしないわね。おう、この調子ならもっと奥にも行けそう。犬なのか人なのかどっちだね。慎重に行こう、ここじゃ何が起こるかわからない。最近は迷宮の様子がおかしいと聞く。人権、いつもより魔物の動きが活発だったり、迷宮の形が変化していたり。アンデッド、何か近いね。変が起きているのは確実なんだ。十分気を引き締めていこう。おカブル、こいつなんか持ってた。お、ドロップ品。またそんな時間の無駄を。なんだ、山が入ってないとも限らないだろう。いいものが出た試しなんてないじゃない。ゾンビがこれほど御所を大事に抱えてたものだ。おお、文字通りにね。ワクワクだな。見せてもらうくらいいいだろ。チルチャック位置かな、この姉ちゃん。どうした。金銀財宝。わお、わお、おお、犬だけ。犬たくさん。金たくさん。今の犬が喋ったらこれ、ちょっと待って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 。ちょっと待って。犬。すげー。これもらってもいい？金たくさん。どうでもいい。この辺の宝はすっかり取り尽くされていると思ってたが。金いらん。これも迷宮の異変の一つなのかね。ドッグフードが欲しい。犬なのか人なのかなんやねん。何で喋っとんねん。魔物か。何はともあれありがたい。深層へ潜るには何かと物入りだ。せやな。よし、とりあえず今回はここまでにして町へ戻ろう。おお。でもまたそこに戻るのに時間と飯かかるくね。戻ってまたそこに行ってって同じことの繰り返しならんか。こんなところで全滅してる。あらら。戻る途中だったみたいね。なんで？内情があまりないな。例の嘘か？襲われたか？詐欺か？ガシではないか。いや、金銭絡みのいざこざと見たね。あらら。さっきの話が伏線に。広いに見つかるでしょうけど、ゾンビにならないようにお祈りだけしておくね。パリみたいにはできないけど。おお。なんでこうなってんの、マジで。金絡みでやったの。一ところにまとめといてやろうか。おお。どうせ死体拾いの懐に収まるんだろうけどな。おお。おお。おお、なんで、どうしたの。いや、なんでもない。わかるよ、あいつやろ。どうした。急に剣が跳ねて。なんでなんで。おお。なんだなんだ、ずっとおとなしかったのに。あ、それ面白いね。指に巻きつくな。それでこう、抜くみたいな。俺も抜けと言っているような気がする。ほんで、あ、うわ、あ、こわ、こわ、マジこわ。なんかスカラベというやつに似とんな。なんかエジプト系の映画で見てめっちゃ怖かったわ。こうブルー入って、わかる、スコーピオンキングか知らねえけど。いや、スコーピオンキングじゃねえな、ハムナプトラかな。かわいそうにな。おお、やったな。やったな。おお。いや、怖っ。爆発じゃなくて助かった。ゾンビからのこれはえぐいな。これ全部宝虫じゃない、気持ち悪い。宝虫。なるほど、超悲しいな。宝虫にやられて全滅したのか。うわ、最近あまり見ないから気づかなかったな。いや、ちゃんと気づいたじゃないか。そうそう、なんで。ああ、ああ、めっちゃいい仲間やん。ような気がして。動いて嘘つけや。剣がな、おー、そりゃそうやな、剣が。やはり宝虫に反応したんだよな。
そうだね。お、すごいね。あいつどんどん人間じゃなくなってるんだ。よくないね、よくないね。人として扱われなくなるよ。うん、おお、あー、はい、あー、仕分けしてる、すっごい選別してる。本物と偽物食える。食えない。あー、違う違う、本物かどうなのか、食えるか食えないか、違う違う、だいぶバカだな本当に。これ本当におかしな会話してるよね。完全にさ、本物か偽物かっていう仕分けなのにさ、食えるか食えないかっておかしいやろ本当に。大丈夫か。見た目にも映える。裏側をこっちに向けるな。映え気にすな。食えないはどこで見分けてるんだ。物による。これなどはわかりやすい。すごい。ブローチやコインは裏側を見る。ああ、それはキモいな。違うのが面白いよな。そんな違いあるんだ。おお。ティアラは水に入れればすぐにわかる。わ、キモそう。水に浮いたら宝虫だ。おお、そういうね。はい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 。とりあえず失神しているうちに料理してしまおう。おお。口当たりが悪いので真珠深でからは足を取り除き、串に通してやる。わ。ちょっとぽくなった。やだな。コイムシの腹部分を下に加熱。これどうなんの？軽く塩を振って、はい、かき回しながら油を回す。うん。背中を上にして並べると綺麗。いや、そんな。からは卵と幼虫を取り除く。おお、卵幼虫。一緒に煮詰める。わお。瓶に詰め替えたら。闇鍋やん。完成じゃ。なんか綺麗だけど、綺麗だけど、コインの虫せんべいってなんやねん。けど、いろんな意味で食欲が湧かないな。湧かねえな。とはいえ、コイン虫は食べたことあるんだよな。こういうチョコあるよな。郷土料理みたいなのあるよね。ちゃんと剥いてチョコ出てくるけど。見た目だし、喧嘩継ぎになるんだよ。喧嘩継ぎで何？昔食ったやつより断然うまい。それはそうだ。迷宮の外より中にいる魔物の方が大概うまい。外で買うと途端に味がグズグズになってしまう。そうなのね。ああ、でもよう食うようになってきたやん。ちょっと分かってきたんやろな。トロッとしたものが。うわー、出てきた。ネックレスつけられない。うわー。小魚。同じ魔物でも真相の方がうまいぞ。楽しみだ。楽しみだ。真相の方が怖いはずなんだけどな。おわお、甘くて美味しい。でもこれ美味しそうだね。一番おおおお、一番美味しそうだね。擬態して敵から身を隠すという点ではお前も仲間だな。おお、確かに。そういうこと？いや、うん。一枚もらうぞ。こっちを仲間だと思って、ああ、わかったかも。なんでこの変なうねうねが一緒にいるのか。こいつも鎧着てるわ。あの、ただ住処変えただけみたいな勘違いしてる。そういうパターンで、ちょうど剣にね、こういう風に入って、そういうパターンだったりする。なんかそんな気するんだけど。いや、ニョロニョロくん、ニョロ一枚もらうぞ。うん、おお、あげるのか。なんだ。なんでもない。これは威嚇行動。ああ、敵として。俺の仲間だと思って一緒に倒そうとしたのか。やっぱそっちだよね。うんうん、かわいいやつ、名前をつけてやろう。はっ、マジで。そろそろ行くか。動かない方は捨てちまってもいいのか。構わないが。食べられない方を食べてしまうとどうなるの？まずい？物本じゃないの？何言ってる？あ、これは本物の宝石は食べられない。バカ！本物の宝石は食べられない。食べられない。まあまあ。それを先に。ああ、考えを働かせろ。よし。めぐらせろ。名前はケンスケだ。何をやっとんねこいつらは。噛み合ってねえな、何もかもが。
すごいな、めちゃくちゃやわ。なんやねケンスケ。まあまあ、まあ、あれでもないけど、ニョロの方はいいやろ。ニョロ、いつまでそれ食べてるの？意外と量があって。おお、いいっすね。抜けるったら、あでもうまそうよそれは。なんか甘そう、めっちゃ。おお、急に気温が下がったな。おお、こっちもこっちもこっちもね、寒いなと思ってたんだよ。開けてるのって、扇風機閉めた閉めた、閉じた閉じた、違う、消した。3度目の正直、死体に惹かれて集まったのだろう。おい、例とかあんの？そんなのパッと魔法で。あ、そうか、ファリンがいないんだ。おお、やっと、ね、やっと。最低限だけどお祈りはしておいたから、あの死体に取り付くことはないと思うけど。もはやあのファリンの話関係なくなってるもんな。ちゃんと覚えてたっていうだけでちょっと安心したわ今。うん、おお、なんかいる。おお、後ろ気にならんの？ああ、落ちちゃった。あ、うおお、おっさん、おっさん、うお、足が凍らせてくる。これが黄泉の霊気。ブルックもびっくりや。おお、あ、次が来る。爆発音で痛くなったか。で余計に引きつけたみたいだ。ちょっと厄介だねここのダンジョン。こんな派手な魔法しかないのかマルシル。もっとファリンみたいな適当なものでよかったな。騙し討ちもそうだし。適当って。で、あの子がどれだけ高等なことをやってたかわからないの。適当。ライオスの妹はさ、例の扱いがうまかったんだよ。扱いがうまかった。アーディンバム。はい、これで大丈夫。なんか変な話になりそう。レーたちはマルシルに触れない。扱いがうまかった。レーなんか出てきてから吹っ飛ばす方が早くねえか。ファリンの魔法なら簡単だろう。できるだけああいうことはしたくないの。おお。散らされたレーは時間をかけてまた元に戻ってしまうだけ。無駄に苦しませてしまう。おお。いい子。いや、いい子やね。信念は結構だが。イメージと違ったわ。人の体を盗み取る輩にゃ。わあ。少々仕置きも必要だろ。あらら。うわあ。冒険者。うん。捜索願いの出てる冒険者だ。超悲しいな。よし。少し待ってろ。これも戻らんの？力化して。任せて。傷つける必要はないから。おお、よかった。そういうイメージでよかったわ。扱いがうまいっていうのでちょっと不安になったわ。このメンバーだからな。何するかわからんねん。おお。ごめんなさい。返してもらうね。おお、すげえ。すげえ。あー、どこ行った普通に。優しい子やな。人物だったらしい。そう、本当にすごかったのファリンは。もしこのまま霊に追いつかれるなら、私の魔法で何とかするしか。やめとけ、あの数の霊をいちいち爆破処理する気か。大変やな。止まる分だけ良くないな。ファリンみたいにやればいいんでしょ。優しく包み込むいや違う違う、おかしいおかしいおかしい。はいはい、あの混ざってる混ざってる、混ざってる。あかんねえ、自分で言っただろ。あかんねえ、そんなこと言わない。大体魔力切れ起こしたらどうするんだよ。おお、ここは最小限の魔力で爆発させようとしてるんでしょ。どういうことやね。無理だっつってんの。おい、二人とも。ああ、普通に下に行くあれか。簡単に死人から逃れることはできんようだ。そうだ、こんなところで言い争ってると追いつかれる。置いてきた奴らいいのか今思ったけど。何してるの。霊を追い払うための魔除けを用意。お、ニンニクが。ついに魔除け。聖水だ。あ、聖水か。持ってたの。いや、今から作る。おお、さすが。あんた聖職者。
世界にはさまざまな魔を払うための伝承がある。はいはい。例えば火、身を払い、生み出す力にも奪う力にもなる火は、ああ面白い。より魔除けや神聖なものとして用いられてきた。はあ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 。それは確かだが、ろうそくの火などでは幽霊は、一つ一つの力は小さくとも数が揃えばそれなりの力となるだろう。これも名言だ。例えば黄金の光柱、その習性から太陽とその神を象徴するとして崇められた。うん。例えば酒、神に備えるものとしては欠かせないし殺菌作用もある。おお。例えば塩、厄除けや身を清めるために用いられる風習がある。うん、うわ全部似ている砂糖も一応入れてなんでだよ、が薄そうだから なんで絶対適当、それは違う。生き物の内臓だとか、これらに火の力を加えれば、なんかすごいな、ミックス魔除け丼みたいな感じだな。なんだよこれ、なんだよこれ、いや効き目抜群やで、これ多分詰めた瓶はしっかり密封し、おう、ほんで、ああ待て、紐で縛って上に投げて爆発せんの。このままじゃ、おお、かっこいいな。ふざけてるけどかっこいいんだよな。いやふざけてねえんだよね、彼的には。彼的には砂糖はふざけてるけど、いやふざけてねえな、真面目だな。真面目に不真面目なんだよな。おお、俺をかばったばかりに、やっと思い出してくれたな。自由に食われたのが俺だったなら、こんな不甲斐ないことにはならなかっただろう。許してくれ。今のぶち壊す？死んだ親父が川向こうで、あ、じゃあ危なかったんだ、危なかったんだ。何あれ、うん、あ、清水の瓶に触れた霊が無双していく。それでバシン叩くの、ほんそれでいけんの、あるんだ、あの清水、あんなのでいいんだ。ちょっと開けてんの、それとも貫通してんの、影響力が瓶から。いたのかもしれないな、ファリンに。なんてこと言うの、ファリンはそんなこと、そもそもまだ霊になってない。うん、そうじゃなく、ファリンにしかできないことだったとか、ファリンがいればもっと楽だったとか、今は俺たちしかいないんだから、自分たちの力で何とかしなくては。なんだろうな、真面目にやってんだろうけど。俺にも手伝わせてくれ。おお、まあちょっとぽくなったな。ああ、ちょっとぽくなったわ。なんだろう、戦士がやるとなんかおもろくなっちゃうんだよね。あかんの、なんか天性の才があるんだよ、面白い。すごい霜もついてる。おお。こうやって使う方が撒き散らすよりも効果がいいだろう。確かに。すごいね。抜けるなら瓶も蓋も関係ないかも。ん？しかしこれは。また食べる。砂糖入れてるからワンちゃんうまいんじゃない？アイスができた。アイスができた。ソルベ。ジョレーソルベ。周りの食ったものなんか食べて平気なのか。いやいいんじゃない？力の強い先生を口に入れるのも問題ありそうな。アホだ。砂糖を取り次ぎのような気もする。確かに砂糖多く取ってるね。うまい。魔除けになるんじゃないこれ、霊除けか。食ったらな、寄ってこんくなるやろ。いや、これはうまいよ。おいしい、すごい爽やかな味。今までで一番食える感じじゃない。生き物の内臓って何が。嬉しそう、マルシル。スライムを削って入れた。だからちょっとプルプルしてんのか。舌触りがまろやかでいいね。おお、普通の反応。これはあれだな、ファリンがいたら今頃こんな美味しいものは食べられなかったろうな。え、それって
ファリンがああなってよかったって言ってるのっていう風に俺も聞こえたんだけど、今言うの今あれ、いや俺はただ口にしていいことと悪いことがあるぞ一人だけやべえやつになったこんな時ファリンがいてくれすごいな、ブレイあれば喜びありってことだよねとかなんとかフォローしてくれるのに本当に昨日聞いたことをね、仲間との絆だったということか、ひどいな、戻ってきてくれファリンマジでさ、なんなんだろうなこの作品さ、なんかね完全にそのカッコつけきらないんだよな、カッコつけきらずになんかね、いやでもどうなんだろう、戦士の剣はちょっと戦士がナチュラルにおもろすぎるんだよな、なんなんだろうね、ちょっとおもろいわ。あーでちなみにね、この前コミュニティにも書いたんですけど、この作品のおかげでね、料理というものが面白いなっていう風にね感じまして、あれからだからリゾットを作ったわけですよ、リゾットを作って初めて作ったんで、動画で言ったみたいに検索すればなんとかなるべと思ったらなんとかなったんだよね、あの設計図だからさ、そういうあれはレシピっつうのは、だからその感覚でね、あの設計図通りにやってみたら意外となんかめちゃくちゃ大変そうと思ったら一個一個の手順はそんなに だから火加減とかね、どれぐらい置くみたいなのはちょっとね気を使ったけどな、リゾットの場合は鍋にさ、そのシャリも特殊なシャリを買ってさ、シャリ通言い方もだいぶ語弊があると思うけど、シャリをぶっ込んでさ、でブイヨンね、ちょいちょいかけながら、で焦げたらあかんからさ、であんまりこう混ぜてもなんか変な感じになるから、ちょっとずつこう見てさ、箸とかでこうつつきながら、あそろそろね水分欲しそうやなみたいな、飲ましてやろうみたいな感じでこうやりながら繰り返して繰り返して、その間にあれ用意してこれ用意してみたいな、ババババってやってさ作ってね行ったんだけど、だからそういったねタイミングっつうのはややこしいなっていうのはあるけどね、そこが一番事故るのかなみたいな、だからそれ以外でいけばまあね意外とで思った通りの味になってね、チーズ祭り、もうチーズ好きな人にはもってこいのね神リゾットができた、本当に良かったんで、リスナーさんにね写真を載せてさ、ほんならくるみやるといいよって言われたんで、あじゃあくるみね割ってぶち込むかと思ってね、ぶち込んだらめちゃくちゃ、それでまた食感が出て、俺食感とかすごい大事にすんのよ、本当にね食感が出て良くなってもうたまんねーとか思って、でチーズはあえてゴロゴロしたやつもちょっと入れたんだよ、3種入れたんだよ、チー牛のパクリで3種のチーズリゾットにしてさ、ゴロがいいからね面白いからちょっとやって、なんでいろんなチーズ入れたんだけど、ブルーとかさ、で1個はちょっと太めに入れたらさ食感がまた出るんだよ、それはそれトロトロ食感みたいな、思い通りになっておーいみたいなさ、楽しいんだよな。でバージョンアップさせていったんだわ、リゾットを作ったら材料余ったからもう一丁作るかと思って作って、でせっかくだからもうちょい買い出して、最初ベーコン忘れちゃったからね、買うのベーコン買ってさ、でチーズもね3種って言いながら2種だったっていうのでちょっと詐欺になっちゃったから、ちゃんともう一種買ってゴロだけで3種って言っちゃってさ、タイトルこれどうしようかなと思って、3種でええやとか言っていや足りねえんだよなとか思いながら、そういう足りないものを出して、もう一個作ってさ、結構いい感じになってですね、だから4合分作ったからめちゃくちゃ多いんだよね量が、作りすぎたり、でも飽きないんだな、うまいんだわ、本当にうまいんだわ、だからもうね4合になるわけだから結構取れるわけよ、何回も何回も食えるからさ、今丸1週間ぐらいね実はリゾットナンスは追加で作っちゃったもんだからさ、でもうちょっとアレンジしようと思ってね、また材料買っちゃっていやそろそろリゾットから離れるけどね、あまりにもなんかできた嬉しさとやりやすさ安心感っていうのでね、リゾットにおるけど、次はだからもうちょっとだから簡単系で、リゾットに行ったのはアホなんだよね、せめてパスタとかにしとけよって話なんだよね、だから次はパスタに行ってみようかなみたいな、何にしようかな、チーズパスタとか、俺チーズが好きなんだよね俺結構ねチーズが好きなんだよな、チーズパスタ、ボロネーゼとか意外と簡単そうだな、ひき肉をシャーッとやって、でトマトが肝だな、トマト適当なトマト缶だとな、シンプルだもんな、どうやって美味しくするかだなそれ、でも そんなもんだよね、ボロネーゼってそういうもの、ひき肉に何かぶっかけて
で、それをパスタ茹でたら、パスタ分けて、よしとボーン投げて、出来上がりやんね。多分そんなもんやんね。わからんけど。だから、そのね、ボロネーゼの、だから、赤いの。赤いタレ、それをどううまくするかが肝な気するな。ちょっと今度ボロネーゼやろうかな、ちょっと考えておりますけどもね。はい、そんな感じです。ということで、ね、だからダンジョン名人のおかげでね、ちょっとね、今まであんまなかった、あんまじゃない、ゼロだった考えがね。でも言うてね、実は本当に昔ね、だから俺一回なんか作ったって言ったやん、なんかね、丼物を一回作ったんすわ、一回だけ、大人になってから二十歳そこそこでちょっと作って、ああうまくいったわと思ってさ。でもう一個前に思い出したのが、俺茅ヶ崎に住んでたんよ、あの愛知にもともと住んでて、で上京したんすよ。なんかあの音楽やりたくてさ、 XJAPAN に憧れて芸能入ろうみたいなノリで出て行ってさ、本当にノリで出たからさ、親もダメって言ってて、行っちゃダメって言って、で夜行列車で家、夜抜け出して夜行列車で車庫と豊橋から行ってさ、めっちゃ怒られたんだけど、そっから、とりあえず恵比寿で家探すかとか思って、全部家賃がさ20何万、バカみたいな、たけーみたいな、20何万30、40どうやってこんなもん払うんだよアホかって言ってね、流れね、茅ヶ崎に行きまして、で茅ヶ崎で暮らすことになったんですけどもね、その時に近くにね100円ローソンみたいな、なんかそういった100円のようわからんコンビニがあって、そこでなんかカレーセットみたいなもん買ったんだよな。なんか豚肉、安い豚肉で、じゃがいも買ったかな。下手したら肉しか入れてないかもしれないな。で多分ね、そこでカレー作ったんだよな。うまかったんだよ。あ、カレー結構持つなとか思いながらね、よかったわ。ということで、何の話やねんっていう。だから俺の料理経験はそんな感じですね。多分それぐらいだと思う。そこと、もう一回はその言ったなんかのドン作って、いきなりめっちゃレベル上がってリゾットみたいなね。だからちょっと一旦戻ってね、パスタを作ってみようかななんていうのはちょっと考えております。作ったらまたあの写真とかねアップしますんで、そういった意味ではね、人生観を変えてくれたっていうね、ダンジョン飯には感謝しかないというのは本当にありがとうございますね。なんか作者さんもね、すごい料理が好きだっていうねことをコメントでねいただきまして、いやーもうあれもね本当に嬉しいコメントをもらったなと思ってね、作者さんもきっと喜びますよっていうふうにね、言われましてですね、あ、嬉しいなと思ってさ、料理ねいいよね。なんかこういうふうにね、だから俺がいつも言うアニメっていうのはね、教材なんですよ、教材、いろんなことのね勉強になるんですよ。だから人生観とかね、前回の教えてもらったりとかな、そういうなんか料理とかっていうのもね、目覚めさせてくれたりとか、感謝しかないですね。改めて本当にありがとうございます。はい、ということでね、今回はこんな感じで締めていきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!